本日軟式野球の頂点が決まります。天皇賜杯第79回エネオストーナメント、2024年軟式ナンバーワンチームはどこになるのか。頂点を決める戦いがいよいよ始まりました。4度目の日本一を目指す静岡ガス株式会社と、初優勝を目指すゴリラクリニックベースボールの決勝戦ハイライトをお届けいたします。高校のゴリラクリニックベースボール、先発はこの日も矢内。天皇賜杯はここまで4試合26イニングを投げています。5連投でこの決勝戦も先発してきました。今日のゴリラクリニックのオーダーもこちら、準決勝と変わらず不動のオーダーです。先行の静岡ガスさん、先頭バッターは新村選手。天皇杯は5試合中4試合でヒットをマークしています。盗塁も2つ決めており、足の速い選手。その選手に対して矢内、変化球を捉えられました。いきなりヒットを許した矢内、2番も5試合中4試合でヒットを放つ滝本選手。送りバントの構えからのヒッティング、しかしこれはベース付近に転がった打球、関根選手がさばいてゲッツー。矢内、味方の守備に助けられました。ツーアウトランナーなしとして続く3番堀選手、今大会初めてのデッドボールを与えてしまいます。実は矢内、この決勝戦極度に緊張していたそうです。昨年は決勝戦で敗れた矢内、その負けがどうしてもよぎってしまう、絶対日本一になりたい男は密かにプレッシャーを感じていました。その立ち上がりを攻めれるか静岡ガスさん。ここはファーストゴロ、矢内なんとかピンチをしのぎました。大舞台に強い男が大舞台に押しつぶされそうな中、なんとか踏ん張りました。そして静岡ガスさんの先発ピッチャーはサウスポーの落合選手。落合投手も5日で5試合目の登板、今大会は4試合で防御率 1.08、 前日の準決勝でも6回無失点の快投を演じました。平均年齢が25歳と若いゴリラクリニックベースボール。先頭バッターは27歳坂本選手、ここまで3ホーマー。外のボール打っていってショートゴロ、ここは出塁ならず。先頭バッター倒れ、続くバッターは2番の関口選手。その関口選手がチーム初安打を記録しました。関口選手も今大会は打率3割並ぶ5厘、好調を維持しています。ワンアウトランナー1塁のチャンス、ここで迎えるは3番の城島選手。自らつなぎの3番と語る城島選手、変化球をショートゴロ、6-4-3、ここはダブルプレーに仕留められました。落合投手の緩急の前にゴリラクリニックベースボール、初回は無得点。さあ2回の矢内の投球、緊張感は取れただろうか。先頭バッターフォークで空振り三振を奪います。今日も矢内はフォークがキレキレ、高めのストライクゾーンで空振りを奪いました。6番は望月選手、セーフティーバント、サード満田選手がナイスチャージ。ゴリラの新メンバーが堅実な守備を見せます。さあ2アウトとした矢内、ここで珍しく2イニング連続の四死球を与えました。フォアボールでランナーを出した矢内、迎えるバッターはキャッチャーの増田選手。扇の要を乗せると試合展開が動きそうなこの場面、ツーストライクワンボールと追い込み、外のフォークボール、矢内2回も0点に抑えます。そしてゴリラクリニックベースボール、2回は先頭バッターの東選手がフォアボール、その後2アウト2塁となり、
7番の近澤選手もフォアボールで2アウトランナー1塁のチャンスを作ります。このチャンスで8番の DH 森山選手に打席が回りました。森山選手はセカンドゴロ、落合投手も2回無失点。これは1点を争う好ゲームとなりそうだ。3回矢内の投球、静岡ガスさんは2回り目、1番の新村選手に帰ってきます。先ほどは痛烈なヒットを放っています。ワンアウトからその新村選手、センターに大きな打球、左中間の長打コースに飛びましたが、これをセンター神奈美くんがファインプレー。素晴らしいポジショニングと一歩目のスタートが早かった。バックに助けられた矢内、ツーアウトランナーなしから今大会打率3割を超える竹本選手にヒットを許します。さあランナーを置いて3番バッターを迎えると、ここで矢内厳しく行き過ぎました。3個目の四死球、1試合3四死球は矢内にとってはかなり珍しい。今波監督もマウンドに歩み寄り間合いを取ります。志田選手を迎え、矢内ここもワンストライクツーボールとバッティングカウントにしてしまう。最後は140キロのまっすぐ、いい当たりもレフト正面。3回も無失点に抑えた矢内、ここまでゲームはどちらに転ぶかわからない。そんな中3回の裏、ゴリラクリニックベースボールも2回り目、1番の坂本選手、3ボールとなり、ここでセンター前ヒット、ボールカウント関係なし、今大会10安打目となるヒットを放ち出塁を果たしました。その後2アウトとなり、3番の城島選手が打席に入ります。先ほどはゲッツを打った城島選手、ここも追い込まれ、まっすぐを逆方向、インコースのまっすぐをポイント近くライトに運びました。このヒットで2アウトながらゴリラクリニックベースボール1、3塁のチャンスを作ります。さあ先制のチャンス、頼りになる4番東選手に回ってきました。東選手も3ボールとなり、最後はインコースの厳しいボール、見極めてフォアボール、満塁のチャンスと変わりました。ここで迎えるバッターは昨年の天皇賜杯決勝戦最後のバッターとなった関根選手。今年は雪辱を果たしたい、リベンジに燃える気持ちは誰よりも強い関根選手。しかしここは落合投手が1枚上手でした。ピッチャーゴロでピンチ脱出、依然3回終わって0対0。その後もゴリラクリニックベースボールはチャンスを作る。4回も2アウトランナー1、3塁としたゴリラクリニックベースボール、先ほどヒットを放った1番の坂本選手が打席に立ちます。過去5試合では9打点を挙げている坂本選手、センターに飛んだ打球、打球はぐんぐんと伸びる、フェンスギリギリで掴みました。センターフライ、大ピンチを脱した落合投手、ここを守り切ったことで静岡ガスさんに流れが来ます。5回矢内の投球、ワンアウトを取った後、恐怖の9番バッター夏賀選手を迎える。今大会はなんと打率4割並ぶ4厘。追い込まれてから逆方向、関根選手取れず、レフト前ヒット、これで夏賀選手今大会全試合で安打を記録。そして1番の新村選手に打席が回ります。ここで新村選手、セーフティーバント、足を絡めた攻撃で矢内を揺さぶってきます。ここもセーフティーの構え、小技で来るのか、運命の3球目、
矢内クイックで投げるもインコースのまっすぐ捉えられました。新村選手の打球は右中間真っ二つ。この試合先制点は静岡ガス株式会社新村選手のタイムリーツーベースヒットで先制しました。塁上でガッツポーズの新村選手。さらに続く2番滝本選手、ワンストライクからの2球目、ファーストファウルフライ、城島選手が飛びつく。カメラマン席に突っ込むファイティングスピリッツを見せた城島選手。この気迫の守りに矢内燃えないわけにはいかない。そんな中逆方向鮮やかに打たれました。竹本選手2打席連続のヒット。これでワンアウトランナー1、3塁のピンチと変わります。さあそして3番の堀選手を迎えました。その初球完璧な叩きを披露。堀選手の叩きでさらに1点が追加され2対0、静岡ガスさんが大きな大きな2点目を勝ち取ります。まっすぐをしっかりと引きつけて高いバウンド、打った瞬間野手も諦める完璧なゴロでした。4度目の栄冠をつかむため鍛えた技をこの決勝の舞台で披露した静岡ガスさん。その裏ゴリラクリニックベースボールの攻撃、先頭バッターは2番の関口選手。先ほどはヒットを放っている。そんな関口選手がデッドボールで出塁、ノーアウトのランナーが出ます。3番は城島選手、先ほどは逆方向にチームバッティング、この場面はどうか。落合投手追い込み、高めの釣り玉で空振り三振と同時に関口選手飛び出していた。ランナータッチアウトでツーアウトランナーなしと変わる。キャッチャー増田選手のナイスプレーが飛び出、反撃ののろしは消されたかに見えました。そんな中打席に入った4番東選手、ワンボールからの2球目、高めのまっすぐを捉えました。打った瞬間完璧、左中間に飛び込む特大の柵越えホームラン。今大会2本目のホームランを決勝の大舞台で放ちました。頼れる4番ゴリラクリニックベースボール東選手の一発で1点を追い上げました。2対1とします。その後試合は中盤戦、6回の矢内の投球、5回まで5安打3四死球と今日はランナーを許している矢内。しかし東選手の一発から矢内はさらにギアが入ります。6回を三者凡退に抑えた矢内、続く7回の投球、この回も淡々とツーアウトを奪い、最後はいい当たりもレフトフライ。7回も三者凡退で抑え8回のマウンド、この回もツーアウトを奪い、最後も変化球打たしてサードファールフライ。矢内なんと3イニング連続三者凡退、疲労感が出てくる終盤テンポの良い投球を披露します。対する静岡ガスさん、6回から継投で2番手の竹内投手がマウンドに上がっています。竹内投手は前日準決勝でも登板しております。ゴリラクリニックベースボールは竹内投手からチャンスを作るも、最後はレフトフライで追加点ならず。竹内投手要所を締め、ゴリラクリニック打線を8回まで無得点に抑え、迎えた運命の最終回。1点ビハインドの中、チームに流れを持ってくる投球をしたい矢内。
ここまで3イニング連続三者凡退に仕留めています。この回も先頭バッターツーストライクと追い込み、最後は外の変化球で空振り三振。続くバッターはフルカウント、ここはサードゴロ、サード満田選手はナイスプレー、これで12人連続のアウト、9回ツーアウトまで来ました。そして矢内の投球、最後は気持ちの入ったまっすぐ、なんと6回から完全投球、5回ツーアウトから13人連続でアウトに打ち取った矢内、最高の形で味方の反撃を待ちます。運命の9回裏、ここでこの日解説に入っていた静岡ガスの前監督中田さんは実況席で非常に興味深いお話をされていました。野球は8回が終わるまでが半分、あと半分は9回、そのぐらい9回はアウトの重さが違う、そのように語っていました。お互いにピッチャーが素晴らしい投球を見せてきました。この締まった試合展開、そんな中8回までとは重さの違うアウトを重ねなければいけない9回、ゴリラクリニックベースボール、先頭バッターは9番の満田選手、今大会は1本ホームランも放っています。しかしこの打席はとにかく塁に出ること、何でもいいからとにかくがむしゃらにつなぐことを意識して打席に入ったそうです。そんな満田選手、ツーストライクツーボールとなりました。ここから粘りに粘る満田選手、竹内投手もすべて際どいボール、竹内投手の決め球をことごとくカットしていく満田選手、大学時代からゴリラクリニックベースボールに憧れ、公式からこの軟式の世界に飛び込んできた満田選手、まっすぐ打って高いバウンドとなった、満田選手執念のヒット、内野安打で出塁を勝ち取りました。球場でガッツポーズの満田選手、ベンチも沸きます。さあそして心強いバッター1番の坂本選手に帰ってきました。ここまで2安打の坂本選手、誰よりも努力を重ねてきたと自負する練習の虫坂本選手、その坂本選手がまっすぐ捉えました、レフト前ヒット、これを見て一塁ランナー満田選手が三塁に進む、9回裏ノーアウトランナー1、3塁の大チャンスを作りました。ゴリラクリニックベースボール、ここで迎えるは2番の関口選手、その関口選手が初球打ち、打球はぐんぐんと伸びセンターの頭を越えました。三塁から満田選手が帰ってくる、土壇場で同点に追いついたゴリラクリニックベースボール、関口選手のタイムリーツーベースヒットで2対2としました。プレッシャーのかかる場面、それを楽しむかのように初球から素晴らしいバッティングを見せました。竹内投手のボールにタイミングドンピシャ、思いを乗せた打球はセンターの頭を越えました。なおもランナー2、3塁、迎えるバッターは3番の城島選手、昨年の天皇賜杯では靭帯を痛め途中から試合に出れなかった男は決勝の最高の場面で打席が回ってきました。城島選手転がした、しかしこれはセカンド正面、三塁走者帰れず、ワンアウトランナー2、3塁、しかしまだまだ怖いバッターが続きます。4番の東選手、ここで静岡ガスさんは敬遠申告を選択します。これによりワンアウト満塁と変わった9回裏のゴリラクリニックベースボールの攻撃、昨年の天皇賜杯ラストバッターとなった関根選手が打席に立つ、ゴリラのメンバーはそれぞれの思いを胸に優勝を目指し打席に立つ、関根選手も初球打ち、ゴリラクリニックベースボール劇的な逆転サヨナラ勝ち、
昨年決勝で敗れた雪辱を晴らしました。9回裏つないだつないだ4安打集中の逆転勝ち。この天皇支配最後まで打ち勝つ野球を貫き全国制覇を成し遂げました。創部5年目での全国制覇おめでとう。ゴリラクリニックベースボール東京代表の優勝は実に26年ぶり。栄冠をつかみました。試合後今波監督も涙涙の優勝報告をされていました。激闘を制したゴリラクリニックベースボール、その原動力となった矢内は大会 MVP に選ばれました。名実ともに日本一となった矢内、本当におめでとう。僕 LINE のトップがずっとこれの銀だったんですよ、1年間。なんで家帰ったらこれに変えときます。やっと日本一取れた。やっぱ5年、創部5年からずっとここの日本一だけ取れてなかったんで、ようやく取れたんで、もう今は最高です。最高ゴリラクリニックベースボール天皇杯優勝できました。イエース。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。